ちゃこんにちは。さあ、豊さん、はい、中日、中日のネタ多いな。候補多いです、非常に。そうだね、はい、はい、ただちょっと嬉しいニュースになるかもしれませんね、はい、これは、はい、立浪監督が直々に現地に出向いて外国人選手獲得に向けて、いろいろと動いていましたが、ここに来て獲得する選手が発表されました。はい、アルモンテ選手、はい、中日にも以前在籍しましたが、いたね、はい、はい、ソイロ・アルモンテ外野手とオルランド・カリステ内野手を獲得したことが明らかになりました。うん、なるほど、はい、まあ、内野手も取ったんだね。そうなんです。で、2人ともドミニカ出身で年俸が3000万円、はい、で、2人ともですね、今シーズンメキシカンリーグのモンテレーで活躍していました。うんうん、はい、まあ、アルモンテは見たことあるけど、はいはい、まあ、バッティングは間違いないと思うよ。そうですよね、そこそこやっぱりちゃんとやってくれると思うよ。お、うん、バッティングの方はね、はい、ただ守備がねちょっともたつく時があるから、はい、だからまあそこら辺勝ってる時に、まあ、すぐこう守備固めっていうのはいるような選手では、まあ、前にいた時もそうだったから。そうだったんですね。まあ、ただバッティングはやっぱこういいものあるしね、はい、うん、だから期待はしていいと思う。2018年から20年に中日でプレーして3年間で、まあ、打率が3割1分6厘、はい、で31本塁打、はい、で2021年は韓国の KT にいたそう で、はいはい、で今シーズンがメキシカンリーグで、はい、活躍したと。まあ、あちこち行ってんね。結構そうですね。でも日本の待遇をさ、はい、はもう前から知ってるだろうし、うん、おそらくメキシカンリーグとか、はい、まあ、韓国はどうか分かんないけども、うん、日本の環境扱いだとかさ、はい、そういうのはすごくいいっていうふうに思ってるはずだと思うんだよね、はい、治安も含めてさ、うん、だからそういう意味ではあ、また日本でできるんだっていう夢を持ってもう一回来るんじゃないの。あ、そうですよね。だからまあそういう意味では、うん、ここで1年でも長くやりたいという思いが多分あると思うよね。そうです。契約できたことをやっぱり嬉しく思うというふうにコメントしていて、うん、やっぱりドラゴンズは私の家族のような存在で、うん、チームメートと一緒に自分の力を出して勝利に貢献したいです。うん、ファンの方に再び会えることを楽しみにしています。まあ、そうだろうね。はい、でまあ、球場もね、変わってないしね、うん、はい、だからすぐすんなりこう入っていけるんじゃないの。まあ、当時のメンバーというのは、うん、まあ、ほとんどいないのかもわからないけども、まあ、大島選手とかですかね、うん、まあ、だけど、まあ、入りやすいと思うよ。そうですよね。あ、だからそういう意味ではバッティングの方の活躍は保証できるかな。で、今シーズンはメキシカンリーグ3割2分2厘で27本塁打95打点なので、はい、まあ、なバッテリーだからな、ちょっと広いからな、はい、まあ、そこら辺のホームラン数っていうのはちょっと減るかもわからないけども、はい、まあ、日本にいる頃っていうのはなんかこう勝負強さっていうものがすごく印象に残ってるというか、はい、非常に柔軟にね、いろんなボールに対応していくっていう柔軟性があるなっていうような、はい、まあ、そういう印象はあったから、はい、まあ、そういうものっていうのは消えてなくなってはいないと思うから、うん、まあ、これは期待してもいいと思うよね。そうですね、うん、だしそのブランクが、まあ、一応3年ぶりなんでそんなに期間が、まあ、だからやってなかったわけじゃないからさ、はい、野球をだからいろんなところでいろんな野球をやってたから、うん、だから対応力はものすごくあると思う。だしそうですね、日本人のピッチャーっていうのもやっぱなんとなく残像には残ってる。まあまあ、ね、その投げ方とかね、はい、まあ、配球っていうのも頭に多分入ってるはずだよ。はい、まあ、日本でね、成績通算で3割残してるわけだから、はい、まあ、それなりにやってくれると思う。ちょっと期待できそうですよね。いや、期待はできるよね。さらに一緒に入ってくるチームメートだったカリステ内野手、はい、メキシカンリーグで、はい、こちらも今シーズンモンテレーで83試合に出場して打率3割4分4厘13本塁打54打点で、メジャーでも一応31試合の経験がある、うん、でピッチャーとキャッチャー以外どこでも守ることができるみんな言うんだよね。みんなですか。ポンセも言ったんだよ、どこでも守るって。本当ですか。内野全然できねえじゃねえかってみたいなそんな外国人もいるわけ。あ、なるほど。だって近藤さんが最初ショート使った時ひどかったもん。お前内野陣本当やったことあんのって言ったらいや俺はファーストしかないって。なんだ、なんなんだよお前なんだお前触れ込みってお前全部できるって言ってたじゃんって言ったら、うん、いや俺は内野だったらファーストしかないよ。なんだじゃ。だから外野生かされて。あ、そうだったんですね。そうそう、寂しそうにしてたけど。はい。まあだけど、まあね、メキシカンリーグって内野でね、まあ、どこでも守れるっていうのは、うん、まあ、信じるとすれば、はい、いいよね、ユーティリティに使えて。そうですよね。うん、
だからポジションというのは、まあ、阿部が出て京田が出て、はい、まあ、センターラインがちょっと手薄になってるから、うん、まあ、センターラインにはまってくるといいよね、うん、そうですよね。まあ、歴代でもショートで長くやった外国人っていうのはいないけど、はい、あのセカンドだったらさ、マルカーノとか昔ね、はい、まあ、セカンドで非常に優秀な選手がいたりだとか、はい、いろいろしたからね。だからセカンドにはまってくれるといいよね。そうですね、このカリステ選手、うん、で、加藤球団代表がコメントしているんですけれども、そのカリステは大砲ではなく、はい、安打の多い中軸打者というふうに話しているので、はい、うん、やっぱりアベレージヒッター系、まあ、そうだろうね、まあ、それと3割4分4厘向こうのリーグで打ってて、はい、うん、まあ、内野手ができるっていうのはそこそこ足も速いんじゃないかなっていう想像がつくよね、うん、だからそういう意味では足を使った攻撃だとか、はい、そういうものができるとすればすごくプラスになるよね、うん、そうですね、うん、だからまあこういう計算があって、はい、初めてそういうトレードをしててピッチャー補強してるとか、まあそういうところに結びついてくるよね。だからチーム作りとしたら着実にはいってるはずなんだよ、はいはい、ただ二遊間を2人出しちゃってるから、まあそこで大丈夫かっていうことはあったにしても、でもこうやってちゃんと補強ポイントをこう埋めていってるっていうところがね、まあ一歩も二歩も進んできてるのかなっていうチーム作りとすればね、はい、うん、は思う。そうですよね、うん、で特にそのアルモンテ選手なんかはどうなんでしょう。来シーズンもう即スタメンってことになるんですか、ね、もちろんそうだよ。そうですよね、一番中日で打つかもわからない。いや、そのぐらいバッティングは多分いいと思うよ。だビシエドがいて、そのアルモンテ選手がいてっていうところが結構、ね、まあそうだね。だからポイントゲッターアルモンテ、はい、ビシエド、はい、まあ、こういったあたりになるんじゃない。だからポイントゲッターっていうのがなかなかいなかったからね。そうですね、今年はね、まあ、ビシエドが調子の波も結構あったりだとか、はい、まあ、安倍がそこをねちょっと頑張ったりだとかしたけども、はい、まあ、やっぱりちゃんとこうアルモンテ、はい、ビシエドっていうのがしっかりしとけば、うん、岡林も成長した、うん、大島出塁率がいいみたいな、はい、そういう選手が前にいてくれると得点力は自然とは上がっていくよね。そうですね、うん、あとアルモンテ選手がスイッチっていうのもそれも武器なんですか。あ、それはでかいでかい。それはまあ左でももう今の外国人とか、はい、国するやつは行くにするか。でもそんなに苦しい人はそんなにはいないからね、はい、だからそういう意味では、まあ、アルモンテ そのバッティングの技術だとか、はい、柔軟性を考えたら全くやらないということは想像できない、うん、むしろやる、うん、ただ、まあ、守備の面でね、はい、少しサポートしてあげなきゃいけないけども、まあ、そこが心配なだけで、はい、まあ、打つ方はもう任せてて大丈夫だと。おお、じゃあ本当3番4番だったり、まあ、そうだな、まあ、そこら辺が理想だな、まあ、4番っていうのはビシエドがいるから、はい、だからまあアルモンテが3番になるのか5番になるのか、ね、まあ、クリーンアップは打つと思うですよね、うん、でカリステ選手はまだねちょっと日本でプレーしてるのは見てないのであれなんですけど、まあ ね、その安打の多い中軸打者っていうところで取るとそこって大体何番ぐらいにはまりそうなんですね。もしだからクリーンアップを外国人であれするのか、外国人の枠があるからな、まあ、そうですね、人数的にもそうそう、うん、でピッチャー2人入れてるとさ、はい、野手2人しか入れられないとかさ、そうですね、まあ、いろいろあるから、はい、だからどうやってこう回しながら使っていくのかっていうのも、うん、まあ、一つ見ていかなきゃね、いけないんだな、うん、やただね、なんかいい選手を取ったというか、まあ、打つ方はもう間違いないと。そうですよね、俺はね、やっぱ慣れてるしね。そうですよね、うん、で結構出戻り選手って他にもこれまで、まあ、まあいるよね、活躍もしてるんですよね。そうだね、はい、まあ、年齢を増すことによって精神的なものが落ち着いたりだとか、はい、まあ、1回文化を踏んでるから、はい、だからまあそこら辺で その親しみやすさというか、うん、入りやすさっていうのがスッと入れるというかね、はい、だからそういう意味ではすごくバッティングが良かったからね、本当に。出戻り選手、そうなんですね、いやだから、あ、こういう獲得選手の構想があったからの、伊藤さんもさっきおっしゃってた、まあ、二遊間出しても、まあ、大丈夫だったのかな、まあ、着実に埋めようとはしてるよね、うんうん、そうですね、だから、まあ、その取って変わってきた選手がやるかやらないかだよね、今度はね、はい、だからまあそれは、まあ、監督直々行って、うん、視察して獲得してるわけだから、はい、まあ、それは信じるしかないしね。そうですね、うん、来シーズンのやっぱ中日がどんどん新しく新しい、俺今シーズン2位だからね、予想は予想はそうなんですね。いや、そのやっぱちょっと打てればっていう
ところで期待したけどもね、はい、そこら辺が、まあ、みんな状態が悪かったりだとか怪我人もあったしね、はい、だからそういう意味ではうまくいかなかった、うん、まあ、だけど確実に打てる打者たちは揃えてきてるということだから、はい、だからまあそこら辺で期待は大だよね。そうですね、うん、まあ、このねアルモンテ選手そしてカリステ選手ちょっと注目して来シーズン見ていきたいですね、はい、まあそうだね、うん、はい、でプラスですよ、はい、また中日の楽しみといえば投手の高橋宏斗投手、もうね、はい、俺はねこのピッチャーが投げるのを楽しみでしょうがない、なんか躍動してますもんね、まあ、いやこのね今年1年間の中で、はい、めちゃくちゃ成長したんだよね。最初はね、はい、本当子供だなと思った、まあ仕草とか、はい、いろんなことがあったんだけども、今はもう点を取ってもらっても逆に引き締めてるもんね自分の気持ちを、うん、昔だったあうわ打ってくれた打ってくれたってなんか外でキャッチボールしてても、はい、次登板でね、うん、あやったって一喜一憂しながらマウンドに行ってたんだけども、はい、でもその点を取ったことによって責任がまた生まれたみたいな、はい、なんか精神的にも、うん、まあその技術的にもそうだけど俺は一番成長したんじゃないかなっていうようなピッチャーなんだよね高橋宏斗って。実はその100分の1、はい、これからが期待できるプロ野球選手ネクストプレイヤーの100分の1にあのヤクルトの村上選手が、はい、この高橋宏斗投手の名前を挙げたんですよ。あの三冠王が挙げたということは、はい、やっぱり実際に対戦してみて、はい、あの球を見てるわけでしょ、うん、それでなおかつ来年ブレイクするというふうに一押しなわけでしょ、はい、これはやっぱ間違いないと思う。俺も見ていて間違いないと思う。あ、まあ、今シーズンは6勝7敗、うん、ただ防御率も1点台ですもんね。 それとやっぱりいい先輩たちがいるよね、はい、大野とか柳とか、うん、ああいうこう精神的な支柱みたいなのが2人いるから、はい、まあ、小笠原ももうこんな突っ張ってやってるけど、はい、やっぱこう高橋宏斗とかいいチームにいい先輩がいて、はい、見習うべきところは見習えるというね、うん、だからそういう意味では楽しみやな来年。そうです、まだ高卒2年目かも、ね、もうねもう間違いなくすぐ近い将来にエースになる中日のエースに、うん、でちょっと打ってくれたら、はい、必ず最多勝争いに顔出してくれる、ね、今年こそ6勝7敗でやっぱり負けの方が一つ多くなってしまってるんですけれども、うん、でも内容的には10勝だもん。本来ならどのぐらいいける最多勝だと。いやいやもう最多勝狙えるぐらいの素質はある、はい、15とか。いやいや行く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 、ちょっと打ってくれたら行く、はい、それはやっぱり防御率は安定的に多分低いところを、うん、あの維持すると思うけど、はい、やっぱ勝ち星っていうのはさやっぱ打ってくれてなんもやからな。そうですよね。だからある程度打ってくれたらまあ平均4点あったら、うん、4点あったらまあ結構コーナー勝ち星になると思う。いやそうですよね、本当にそうですよね、うん、と思う。そのぐらいのピッチャーだと思う、うん、そうですよね。3点でもいいかな、3.5 ぐらいでもいいと思う。いいですよね、うん、まあ、村上がね、はい、一押しをしたっていうのはもう分かるような気がするよ、はい、で俺なんかまあ見て、はい、あの映像を見ながらなんだけども、うん、村上は打席に立ってたからね。そうですね、うん、だから村上がやっぱ脅威に思ってるんだよ、このピッチャーはって思ってるはずなんだよ、はい、いやだから一押ししたっていう。村上も正直者だね。そうですね、他のチームメイトがみんな内山選手を推してたらしいんですよ、うん、その中で一人ヤクルトで村上選手は高橋遥人投手って。いやこれは正直者だよ。だから自分が打席で脅威を感じたピッチャーなんだよ。あ、絶対にだからインパクトが強かったんだと思うでしょうね。で年下だしな。ですよね。あ、だから本当にね今年1年かけてものすごく成長したし、はい、うん、もっと成長できるピッチャーだから来シーズン以降も楽しみってことですか。いやいやこれは楽しみしかないね。あ、今ねエースって言うとやっぱ大野雄大投手ですけども、まあ右だったら柳とか、ね、はい、柳投手とか、うん、じゃあ数年後には本当にエースとしてこう抜いていくぐらいの力を持っていると。もう完全に持ってる。楽
楽しみですね。中日楽しみですね。いや楽しみだよ、うん、いや楽しみなんだよ、はい、打てればな。そうですね、打てれば援護してもらえる、まあ、いやだから、まあ、そこにかけてね、はい、いろいろ人選人を動かしてきたりとかしてるけども、うん、はい、でもそれが揃ってある程度打てるようになったら、うん、高橋宏斗が、まあ、最多勝争いしてるから見といてみ。そうですね。ああ、でそれを来シーズン後ろでバックアップするのが例えばアルモンテ選手だったりとかカリステ選手だったりとか、うん、そういったところも活躍して盛り上げてくれると嬉しいですね。そうだな、はい、まあまあでも楽しみだよね、来シーズン楽しみです、はいはい。